よし、じゃあここから話はもうサッカー編っていうか、はい、思い出真面目に、はい、関係性はもう先輩後輩やろ。そうそう、そら1個下やろ。1個下やけど先輩後輩やろ。そうっすね。まあ、まあ一緒にだって練習も一緒に行ったの、うん、ね、うんうん、そうそう、翔太の BM で最初は大輝さんのソアラだよ。ああ、そうか。で、翔太が、もうだってこいつもうね、高校、やっぱり一番もう、うん、もうなんていうの、高校から多分有名やったよ。で、スター選手でそうそう、高校のスターだったから、うん、で、大分に来るとみんな、うん、来ないと思ってたのよ。それ大分に来て、うん、で、APU に入って。そうですね、途中で中退しましたけど。そうそう、話題になったのよ。うんでトリニダにも入って、うんうん、で免許取り行って、うん、2つ目いきなり BM 買ってるからね。なんでそんなことまで覚えてんの？そらね、そら乗りたいじゃん。そらもう助手席は俺のものと思ってたから。どうだの車で犬飼いとかよう行ってたな。行ってた。犬飼い懐かしいっすね。懐かしいな。うん、大変だったら1時間かけて来てたのよ。やっぱり個人的には、まあそのまあ、日本代表にも大分時代になれたっていうところと、うん、まあなんだろう、いい思い出もあるし、まあ、悔しい思い出もあるし、うん、なんかこうやっぱりタイトルは取れなかったから僕がいた時は。翔太が一番まあ活躍したっていうか2006年とか5年とか、うん、そうそうそう、2006年ですよ、うんうん、日本人で初めて10得点いったっていう、あそうそう、俺と翔太が言えて、うん、そうそうそう、 あの時はね、うん、よくチームとしても良かった、チャムスカ時代で、うんうん、その後に移籍したんかな、神戸に。2008年に移籍した。2000だからナビスコを取った時に移籍したんだ。そう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 。2007年が終わって。そう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 。その理由は何だったの、結局移籍理由は。大分いても成長できてたじゃん。試合出てたし。うん。まあ、俺喋っていいのかな。なんか2007年に、うん、いろんな噂があって、俺。うん。札幌に行けとか言われたりとか、移籍先を探してるだろう、なんかこう、うん、チームの成績が良くなかったのね、2007年最初前半、うん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 、で俺はまだその時レギュラーで出てたから、うん、いやそんな順位で俺移籍できないっすよってチームに言った思い出っていうかの思い出しますね。なんか、うん、チームから出て行ってくれみたいな言われてたの。そう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 。なんか移籍先だから当時の代理人に言われたの、それを。そうな、それもすごいな。うん。でサムスカと話して、うん、俺は、うん、いやこんな状況の時に俺は行きたくないって、出たくないって言ってたんだけど、うん、サムスカもそれは知らないって言ってたのね。その時は。じゃあもう強化部と代理人が話してたっていう。うん、なんだろうね。そう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 。で、シャムスカもだから知らなかったってことでしょ。知らなかったって。まあ、あるあるだね、これはね。うん、これはで、いよいよ札幌に移籍かみたいになった時に、うん、そしたら、大分がやっぱ出さないとかって言い出したらしくて、なんかすげえ揉めたの。これもあるあるやね。うん、これ流せる、大丈夫。流せるでしょ、これは事実だから。終わったことだし、うんうん、っていうのはあるけど、まあその年結局2007年の夏ぐらいだよね、それがあったのが、うん、で結局俺は残、まあ破談になってそれが、うん、残ってやったんだけど、結局そのまあなんか自分の中でモヤモヤしてたものがあって、うん、ちょっとまあ環境を変えた方がいいのかなっていうのがあって、うん、ああそれはね、うん、信頼関係がね、ちょっとメンバーなチームとやっぱりそんな話がな、うん、あったら。だから、俺は、まあ、サムスカも知ってるものと思って、うん、サムスカが了承してるから、チームからそういう話が来たんだろうと思ってたけど、そうじゃなかったっていうのにびっくりして。
まあそれ監督が言ったならもう戦力として見てないと判断できるじゃん。うんうん、そう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 。強化部が裏で動いて移籍の話を代理人としてるのはちょっとだな。まあまあそういうこともあり、まあ移籍先をこう探してもらってる中で、まあ神戸っていう選択肢が来たので、うん、まあ当時大久保嘉人もいたんで、ああそうやな、そうそうみたいな、まあ知ってる中だから、うん、まあチームに溶け込みやすいだろうっていうことで神戸に移籍したっていうのが経緯ですね。ほうほうほう、そうなんだな。いや、うんうん、俺なんで翔太出ていくんやろうと思ってさ、ね、大分でも、そんな話はね、多分人でしか分からんけど、大輝さんとはしたことない、多分。うんうん、俺もなんか記憶にないわ。うんうん、多分代理人もいるしね。で、当時、その移籍金っていうのもまだあったのかな。うんうん、そうそう、あったあった。それもあったと思うよ、やっぱりチーム側も、うん、やっぱり翔太が売れるときに行っとこうとか、そういうのが。いや俺は正直トリニータにずっといたかったよ。うん、それはね、うん、もうだからまだショートとやりたかったけど、もういなくなったからさ。そうそう。それでまたね、いろんなブラジル人連れてきて、大変だったしな。うんうん、そうなの。途中で半年でいなくなったりしてたからさ。なそうね。いろいろあったよな。あったあった。俺が一番覚えてるのは、やっぱドドだね。ドドなぁ、懐かしいなぁ。うん、もう練習の途中でさ、ファンボさんと喧嘩して練習帰ったりとかさ。ああ、もうその次の日から来なくなったもんな。うん。それのおかげで俺メンバー入りのチャンスが増えたし。まあいろんな思い出があるんだよな。うん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 。あるある。いつが挫折？いつっていうか。いつが挫折？壁に向き合ったっていうか。は。そう、プロ入って1年目2年目は結構試合使ってもらってたんですよね。あ、それはもう、ね、まだそのまあ鳴り物入りじゃないですけど、なんかそういう感じで入って、初じゃね、やっぱり翔太が一番話題になったのは当時で、うん、あ、スピードっってな。ただ3年目ぐらいからもう本当出場機会が激変して、うん、やっぱそのあたりっすね。だから強化指定で西野とか来た時ぐらいがやっぱ一番壁ぶち当たってますね、俺。どうしたらいいんだろうっていうか、どう頑張ったらいいんだろうとか。そう、え、その時監督は小林慎二さんかな。慎二さん、慎二さん。あ、そう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 。確かにね、あの当時練習試合とか、うん、練習はね、翔太めちゃくちゃいいのよ。シュートもバンバン決めるし、試合になると全然ゴール決めるからね。だから初ゴール決めるまで5年かかってるからね。そうでしょ、そうやったっけ。ハンベルガーの時に初ゴールだから俺。え、プロ5年目で初ゴールしたの。多分それぐらいだったと思う。そんなにかかったっけ。かかったかかった。いや、天皇杯は1年目とかで点取ってんのよ。ああ、リーグ戦でってこと。そうそう、リーグ戦でってこと。いや、それはお前普通だったらクビになってもおかしくない。そう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 。だから悩んでたんですよ、俺は。周りの人がすごい応援してくれてた。こう結果出さない俺でもこう応援してくれてたっていうか。あとは、まあ、今年亡くなった小峰先生から、まあ、やっぱお前はもうずっとプロで頑張れってずっと言われ続けたっていうところで、あ、もうまだ俺は頑張れるんだって。とかをもうそういう気になって、もうとにかく今の状況を変えるためにとにかく練習頑張ろうっていうかので、こうそのもらったチャンスをこう無駄にしないようにっていうのはすごい考えながらやってましたけどね。いや、いい話聞いたね今ね。カットね、うん、これはじゃあ。いや、使って。逆に大輝さん悩んだんですか。悩んだ時ある？あります。あるあるのあるよ、お前。それを出さないのが高松大輝。あ、そういうことね。なんか俺の前じゃすっげえ普通だったからさ、いつも。そりゃそうよ。なんかそんな、お前もうそんな人前では出さないよ。もう家帰ったらこんな。
そうなの。そう。翔太、いやもうやっぱりね、うん、プレッシャーは相当あったと思うよ。だって高卒からね、もうみんな知ってたじゃん。で、期待度が多分大きかったのよ、めちゃくちゃ。うん、もうトリニータ自体がもう翔太、翔太、翔太やったから、全然的に。高校生からね、入ってきて、いきなりそんな環境に入ってきたら、やっぱり高校生18歳だったらね、戸惑うじゃん。その期待度とね、潰れないかなって最初は思ってたんだけど、うんうん、まあ、翔太の人柄っていうところでは、うん、頑張ってね、はいはい、大分でだいぶ貢献してくれたっていう感じはするよ。ああ、じゃあ最後に、はい、今の現役選手たちに、現役中は、うん、なんかこういう現役中にやっといた方がいいよっていうことが、アドバイスがあれば、生きる、まあ、まずはやっぱり、こう、ライセンスだったり、まあ、セカンドキャリアを何にするかっていうところも考えながら、必要な、その、ね、最初大輝さんが言ったように、ライセンス取っときゃよかったなって俺思ってるし、今。うん、まあ、あとは、やっぱり、それをやるためにはお金も大事だし、うん、うん、こう、稼げるときに稼いで、それを、こう、うまく運用していけるように、貯金しとくっていうのもすごい大事だと思います。あ、まあ、計画をしっかり立てろっていうことですね。そう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 。あ、まあ、それは大事かもね。うん、で、あと、なんか、翔太の周りにさ、うん、元プロ選手で謎的な存在の選手がいたら紹介してほしいんだけど。どういうこと？これに似た関係で。誰がいます？じゃあ。これで市原さんに言ったら。確かに、これ見てくれたら市原さん、連絡してもらえればいいやん。そうですね。なんかここまで連絡くださいみたいな、うん、確かに元トリニータの選手で、うん、あの、うん、自分を取り上げてほしい人は募集してます。皆さん募集制なんですね、それ、うん、皆さん出たい方はご連絡ください、うん、私の方でもいいですし、うん、ミスターチャンネルの方にご連絡来たらもうよろしくお願いします。